冬に咲いた。まあずっとなんか多分5人でやれるんだろうなとか思ってて、武道館とか東京ドームとかももうずっと行ってるんですけど、まあ、5人で行きたかったなっていうのはすごいあったんですけど、でもやっぱそんなことばっか言ってたらちょっとゆずくんも安心して自分の夢をちょっと追えなくなっちゃうので、俺らは俺らでちょっと前を向いて、4人でちゃんと前を向いて行こうと、ちょ頑張んなきゃいけないなと。ゆずくんが抜けたからなんかシックスがダメになったみたいな感じで絶対に言われたくないし、ゆずくんも本当に安心して見てられるようなそんなバンドにこれからはなりますので、シックスのこれからを、そしてゆずくんのこれからを皆さんこれからも応援よろしくお願いします。まあ、今までありがとうっていうことと、本当にムカついたこととかいっぱいあったの、ゆずくんに対して本当にあったんですよ。なんか不仲説とか流すんですよね、ここら辺がロッシーとゆずは仲悪いみたいな流してたでしょ。うんって言いなよ。タクちゃんどうした、感情あるか今。そうなんですよ、そういう不仲説とかをね流すんですけれども、なんかもはやもう不仲とかもうそういうんじゃないんですよね。怒るときは怒るし、ダメなときはダメって言ってて、やっぱシックスのもう末っ子的な存在だったんで、これからも、まあ、ずっと家族だし、なんかあったらなんか困ってたら絶対俺ら助けるし、ゆずくんも困ってたら俺らに頼ってほしいし、え同じこと言った。違う、俺らも困ってたらゆずくんに頼るかもしれないし、だからこれからもよろしく、そして目に向かって頑張ってね。このワンマンがあるのはゆずくんとちゃんとお別れするためでもあると思います。本当に最初聞いた時ってあれなんですかね、もうとにかくなんかもうなんすかね、あれはムカついてんだか、もうなんか泣きそうなの、なんかちょっと分かんなくなって、あれなんか違う、本当にもうなんか笑ってんねん、間違えたもんやろ。なんかもう本当になんか嫌だし寂しいし不安だし、なんで俺誰だよ、どんからだよこれ。もう本当にね、俺マジで辛かったんですよ。だからね、なんか今日来てさ、普通なんですよいつも通りの。だからなんか全然俺実感なくてさ、今日絶対次もいるって思ってて、そんなのにね、こっちのうちらがね、仲間が背中も押せないで、そんなんでいいのかと。まあもうちょっと前から決心はついてたんですけど、やっぱそんないつまでもゆずくんに甘えてはいけないし、なんかなんて言うんだろうな、うわ湿っぽくなったな、ごめんな。でも本当に今すげえ嬉しくて、ゆずくんのために今こうやっていらっしゃるじゃないですか、皆さんが。本当にそれが本当に嬉しいんで、うわ俺まとまんねえ、ありがとうございます。これだけでは本当にこうやって送ることできなかったと思うので、メンバーしかり皆さんがいてこそゆずくんも綺麗な形で送り出せると思います。この野郎。ねえゆずくん絶対だってあれでしょ、ライブこうなんか終わってもゆず飲もうぜっつって、へーっつって会うでしょ。だからね全然実家ないんすよ。そう
これからもよろしくね。ありがとうございました。なんか締めっぽいですね。雨降ってるからな。そう、ゆずぴを、まあ、このワンマンはちょっとシックスの未来の、まあ、一歩なんですけど、今日は僕はちょっとゆずぴをちゃんと送り出してあげるつもりで来て、だからまだ実感が湧いてないのもあるんだけど、最後までなんか楽しくビジネス、ビジネス、ビジネス、ちょっと待って。最後まで笑顔で送りてあげたいから、歌もよろしくお願いします。ちょっとやっぱこの名古屋大阪は割とすんなり話したかなと思ったんですけど、まあ最後なんでちょっと話がまとまらないなっていうのもあるんですけど、まあさっき2回目の MC の時からすっごくお腹が痛くて、なんか持病的なあれがすごいお腹痛くて、最後の日までこういう感じかって思ったんですけど、まあそうですね、すごいなんか思い返してみると、まだ10代の時からこう最初のなんかこのバンドの卵みたいなのが始まって、でなんかすごいいろんな思い出があって、なんか全部すごい大切で、去年の年末ぐらいにみんなにお話ししてこういうことになったんですけれども、なんか最初はやっぱり引き止められて、すごいなんかやっぱり自分もすっごい考えてで、やっぱりこう自分の道をっていうところで、メンバーがすごいやっぱ葛藤もあったと思うんですけど、それで納得してこうやって送り出してくれるっていうのがすごい幸せだなって思って、本当に感謝しきれないなって思います。そしてな、多分お客さんもすごい戸惑いが、もうなんかワンマンの2日後とかで突然で戸惑いがあったと思うんですけれども、でもこうやってみんなになんかすごくいい形で送り出してもらえる場ができたことがすごい嬉しいなって思います。ありがとうございます。ちょっと全然話がまとまらなかったんですけど、もうなんかすごい、もうなんか2人がなんか2人、3人がこう気持ちをぶつけてきて、やっぱり普段一緒にいるときはそういうのが全然ないんで、すごい感じることがあって、なんか全部言いたいことが分かんなくなっちゃったんですけど、これからも僕はシックスはずっと家族だと思ってるんで、応援していくし、シックスのみんなも応援してくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。本当にゆずぴと2人で始めた時はもうね、お客さん本当にもう2人とか3人とかしかいないとか、もうライブハウス、まあ、さっきの MC でしたみたいに、もうほとんどの人が座っちゃってたりとかして、もう俺も何回も、もうステージに立つのが嫌だなとか、もうバンドはもうやりたくないとかずっとなんか思っちゃって、そんな辛い時期とかもやっぱゆずぴが新しい曲作ってきたよって持ってきたら、この曲なら次こそいけんじゃないかなとかずっと思って、でそれを信じてやってたら、こうやって今日みたいにいっぱい人が集まってくれたり、この間みたいに新宿レニーであんなに人が集まってくれたり、まだまだ全然足りないけど、なんかやっと先が見えてきたっていうか、もう俺としては本当にもうバンド以外のことが何もない、バンド以外何もできないんですよ。
だからなんかすごい先が見えて、そのきっかけをやっぱくれたのがディズニーであり、このメンバー全員でもあるんですけど、やっぱ2人で最初に始めたっていうのは結構大きくて、でもディズニーと僕とは2人はもう6年間ずっと一緒にやってるんですけど、僕もう6年もう本当毎日のように一緒に顔を合わせてた人が明日から一緒にいなくなるっていうのは人生でも初めての経験で、小さい時とかも引っ越したりとかが多かったんで、もうずっと6年も一緒にいたやつなんてもういなくて他に。だからなんかもう本当明日からどうなるのかとか全然一生会えないわけじゃないんですけど、本当になんかずっと一緒にいたのにいなくなるのがすげえ寂しくて、なんかイズピーがバンドを俺とやるって言ってくれて、すごいいい曲作ってくれて、おかげでこうやって俺がまたもうステージに立つことができて、バンドやることができたのは本当になんかもう僕のファンも他のメンバーのファンも本当イズピーのおかげなんですよ。だから本当に前回の名古屋とか大阪とかの時はちょっと言わないでおいたんですけど、ちょっとイズピーに一言なんかありがとうって言いたかったんで、なんかちょっと恥ずかしいですけど、なんかイズピーがくれたチャンスはラストチャンスだと思ってるんで、このラストチャンスは絶対ものにします。イズピーありがとう。
本当に幸せでした。ありがとうございました。